昼は学校、夜は塾、深夜は家で YouTube を通して数学の授業をしてます。川端です。よろしくお願いします。はい、今回は2020年慶応女子の一問ということで、整数問題ですね。自然数 N の約数の個数、ね、は3個でありますよと。で、その和は183であります。その時の N の値を求めなさい、そういった問題を解説していきたいと思います。まずね、このね、約数が3個、約数3個ってどんな数なのってことですね。このね、約数が3個っていうところからですね、こっから何がわかるのっていうことなんですけれども、まあ、まず具体的に探してみましょうか。約数が3個の数、まあ、小さい順で、まず1は1個しかないですね。2は1と2、2個。3は1と3で3個。4は1、2、4、3個ありますね。だから約数が3個の数は、例えば4が挙げられます。5は1と5で2個。6は1、2、3、6で4個。7は1と7で2個。8は1、2、4、8で4個。9は1と3と9で3個ですね。他にもどういった数があるかというとですね、49とかも、あ、飛びましたね。25とかもそうですね。25も1と5と25、3個ありますね。あとは49とかもそうですね。1と7と49。今書いた数っていうのは約数が3個なんですけど、これってどんな特徴の数か分かりますか ?4、9、25、49。これって4つとも2乗した数だよね。2の2乗、3の2乗、5の2乗、7の2乗、2乗した数が約数3個になってるんですよ。ただし何でもいいわけではない。例えばですね、4の2乗16ですが、これ16っていうのは約数3個になってますか？そんなことないですよね。1、2、4、8、16、ね、3個以上ありますね。なので2乗した数でもですね、この2の2乗、3の2乗、5の2乗、7の2乗、これどんな数になってるかと、素数の2乗でしょ。素数の2乗になってるものが約数3個あるんですよ。素数の2乗になってるものが、これ4っていうのは素数じゃないね。4はまだ1と2、2で割れてしまいますからね。なので素数の2乗になってるものが約数3個になるよって言いたいわけ。なので約数が3個になる数っていうのは素数の2乗した数なんだよということで、まずそこに気づくことができるかっていうか、まあ、受験生だったらね、これ知らなきゃいけないです。これ約数が、3個の数どんな数ってね、具体的に挙げてる、まあ、こうやってね挙げることも重要なんですけど、これ知ってなきゃいけません。詳しくはですね、私のですね、約数の個数に関する動画を上げてますので、ぜひ知らない人は見てくださいね。概要欄にね、貼り付けておきますので、ぜひ見といてください。ということで、約数が3個とは素数の2乗なので、今この自然数 N の約数は3個でって言ってるわけなので、この N をですね、素数の2乗ということで A の2乗、 A は素数と置くことができます。ということで、そしたら今その和が183って言ってるわけだから、例えばね、4だったらね、4だったら1と2と4になりますね。じゃあ A だったらどうなりますか？ A の2乗した数になってるもの、これは1と A と A の2乗でしょ。1と A と A の2乗、ね、1と2と4、ね、1と A と A の2乗、ね、これもね、1と A と A の2乗、ね、ということで、これが183だよっていう方程式立てればいいよね。よってこれを解いてあげて、 A 2乗足す A、マイナス183イコールして182イコール0で、182ですが素因数分解しましょうか。182で割って91、7で割れます。これ7×13 ね、と 2×7×13 ですね。 2×7×13、 まあ14と13で分ければ差が1ですね。なのでこれ因数分解したら、カッコ A カッコ A で足す14引く13になります。で、かけてマイナス182足して1だからね、イコール0と。したがって A イコール
13とマイナス14ですけど、もちろんマイナスになることはない。A は正ですからね。必ず正なので、A イコール13ということで、N はですね、結果的には、求めたい答えとしては、13の2乗ということで、169という風になるよということです。わかったかな？ということで、約数の個数からですね、これが素数の2乗であるということに気づいて、方程式を立てていくということです。約数の個数に関する動画はですね、ぜひね、見てください。はい、ということで、また会いましょう。じゃあね、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。